知らなかったら日本の食べ物は寿司だけ。そんなイタリア人のジャンニさんが切り盛りする大人気のラーメン屋さん。変わりましたね、ラーメンの概念が。こんなラーメン屋さん見たことない。ここでしか味わえない絶品メニューの数々とは。さらに2時間かけてわざわざここのもつ鍋を食べに来てるんです。はるばる県外からもファンが駆けつけるもつ鍋や、お客さんの舌をうならせる料理の数々を提供するのは、スリランカからやってきた料理人のラビさん。カレーをずっと食べてきたこともあったと思うんですけど、もう日本の味はもう合わなかった。日本の味を知らなかった外国人たちがなぜ日本で人気料理人になれたのでしょうか。東京西東京市にある創業して38年の一八亭。この店構えはザ・日本のラーメンという感じですけど、気になりますね、どんな店主の方がいらっしゃるんでしょうか。あ、湯切りがまさに職人という感じですね。この店で腕を振るうのはイタリア人のジャンニさん57歳。イタリアの方ってすごい陽気なイメージがあるけど、寡黙にこう働かれてる感じです。黙々と作業するその佇まいは日本の頑固なラーメン職人さながらです。看板メニューは東京ラーメンの王道醤油ラーメン。このタレはもうずっと最初から全然変わらん、もう39年、ね、秘伝の醤油ダレに合わせるのは鶏ガラとげんこつ、野菜を煮込んだスープ。でもイタリア人のジャンニさんならではのこだわりは、懐かしさだけでなく新しさにもあるんです。ローマ混ぜそばですね。カルボナーラみたいですね。こちらはジャンニさんの出身地の名を冠したまるでパスタのようなローマの混ぜそばです。初めて食べます。パスタじゃないですね。やっぱパスタじゃないね。麺が本当にもちもちしてて甘くて、そこに生ハムのこう塩気が入ってきて、チーズのまろやかさと美味しいです。麺には主にパスタに使われる小麦粉デュラムセモリナを使用。イタリア産の生ハムに羊のミルクで作ったたっぷりのペコリーノロマーノチーズと卵黄を混ぜていただく塩だれベースの混ぜそばです。週1ぐらいだよ。いけない。いろんなの食べる。そう、店の売りはラーメンにイタリアンテイストをミックスした絶品メニューの数々なんです。トッピングに野菜のトマト煮と自家製リコッタチーズ、濃厚味噌とトマトの酸味がたまらない味噌ポナータ。あ、なんかめっちゃ美味しい。ラーメンのベストパートナーもイタリアン。とろーりチーズが飛び出すモッツァレラ水餃子。ここにしかない味を求めお客さんが絶えない人気店。でもラーメンの存在すら知らなかったジャンニさんがなぜ日本でラーメン屋さんを。この店はもともとそのお父さん、奥さんのお父さんをオープンした。実はきっかけは二人三脚で店を切り盛りしている妻の智恵さんなんです。タイに留学してたんですよね。その時に知り合って、出会いはおよそ20年前。留学していた智恵さんにたまたま観光で訪れていたジャンニさんが一目惚れ。智恵さんが日本に帰国すると、なんとジャンニさんは1ヶ月後に追いかけるように日本にやってきたんです。面食らいました。ジャンニさんの熱意が実り、その翌年に2人はゴールイン。そして智恵さんが父から託された一八亭の仕事をジャンニさんも手伝うことに。先生は奥さん、今もうるさい。初めの人だから仕事はするよね。日本に住んでるイタリア人の中で一番働いてると思う。恋愛同様に
仕事ぶりも一途。智恵さんのもとで腕を磨いていったジャンニさんですが、外国人がラーメンを作ることに抵抗を覚える客も少なくなかったといいます。揚げてみたわだしも逃げちゃうストレスばっかり。そんな日々に苦しむジャニさんを見て、智恵さんがひらめいたんです。メニューとかをイタリアっぽくすればちょっとイタリア人っていう感じで、まあ安心感はあるかなみたいな。そう、ラーメンとイタリアンの融合は智恵さんのジャンニさんへの思いやりから生まれたんです。このちょっと変わった形の餃子もその一つ。中にはイタリアンソーセージとモッツァレラチーズ、オリーブオイルと塩でいただくおしゃれな餃子です。なんかちょっとピザみたいな感じですか。ハーブがすごい香ります。仲睦まじい2人は仕事中もおしどり夫婦かと思いきや、実はまさかのすれ違い生活。朝9時の仕込みから夜8時まではジャンニさん、その後翌朝4時までの営業は智恵さんと、それぞれ一人で店を回しているんです。ちょっと寂しくても常連客のためにできるだけ長く店を開けておきたいからだと言います。ジャンニーがいると嬉しいもんね。暇な時間とか一生懸命仕事込みしてるし、一緒に過ごせるのは週に一度の定休日だけ。でもついつい仕事の話になっちゃうことも。休憩2時間取るって言ってやることないから言っちゃったよみたいな感じです。真面目なのは分かるんだけど、そうなんだ。一番嬉しいはいつもお客さんから、ああすごい美味しかった、おまかって、それはもちろん。やっぱり面白い、仕事好き、いつも楽しいわ。これからも仲良し夫婦で頑張ってくださいね。続いては、これからの時期に食べたい絶品料理が自慢のお店。2時間かけてわざわざここのもつ鍋を食べに来たんです。2時間かけて通うファンがいるほどのもつ鍋を提供するのは、埼玉県ふじみ野市にある和食ダイニング絆。客から愛される外国人店主がいます。ラビちゃん。ラビちゃん。ラビちゃんすごくいい人だよね。その名もラビちゃん。もしかしてラビさんですか。はい、そうです、はい、よろしくお願いします。ラビンダと申します。あ、ラビさん、はい、よろしくお願いします。来日およそ20年、スリランカ出身のラビンダさん43歳、妻のディヌーシャさんと2人で切り盛りしています。そう、ラビさんが振る舞う料理はお客さんを魅了してやまない本格派の日本の居酒屋の味。包丁さばきすごい。飾り包丁もご覧の通りお手の物。飽きなす嫁に壊すなって聞いたことない。発言も日本人顔負け。そんなラビさんこだわりの国産の牛もつを使った塩もつ鍋をいただきます。うん、うん、プリプリですね。臭みも全くなくて油も甘い。ね、おいしい。結構醤油ベースのもつ鍋を食べることが多くて、なんかこう塩だとなんか物足りなさみたいなのを感じてたんですけど、向こうではあっさりベースのスープで、これがこのもつのコクを引き出すんですね。おいしさの秘訣は手間を惜しまないこと。豚肉と鶏肉、野菜を8時間かけじっくり煮込み、一晩かけ冷やし、出来上がるのがプルプルのコラーゲンスープなんです。もう中毒性が中毒性が本当に美味しいの。
ね、10年来ても、もうずっと同じ味を食べてる、ね、日本人の舌をうならせる絶品料理の数々なんですが、カレーをずっと食べてきたこともあったと思うんですけど、もう日本の味はもう合わなかった。母国スリランカのスパイス文化で育ったラビさんにとって日本の料理は全てが甘く味の違いが分からなかったといいます。そんなラビさんがなぜ日本で料理人になったのでしょうか。20年前、妻ディヌーシャさんの留学についてくる形で来日したラビさん。そこでお刺身の盛り合わせを目にしたことが運命を変えたといいます。いや、すっごいと思ってて、その色鮮やかな盛り付けっていうのは僕も見たことなくて、スリランカのご飯っていうのはカレーライスの文化なんで、そんなに盛り付けにはこだわってはいなかった。やっぱり見た目でも満足するもんだっていうのはそこでは日本に来て分かったんです。和食の盛り付けの美しさに感動し、自分も学びたいと思ったラビさんは日本料理のお店で修行を始めることに。一番最初に洗い物から始まったんじゃないですか。特に僕ら日本語も分かんないのにすっげえ怒られて、その時厳しかったから今は僕らここにいるんだよね。ずっと笑ってるから、その私も惹かれたのもそこなんですよね。英語が好きだったって今の好きが変わらない異国での辛い下積み生活の中でもいつも前向きな姿勢で料理の技術を学んでいったラビさん、10年後独立を進められるまでに腕前を上げたんです。そして2013年、日本とスリランカの架け橋になりたいとの思いから命名した絆をオープンしたんです。夫の努力を見続けてきたディヌーシャさんはある大胆な戦略に打って出たのだとか。まずかったらもうお金ありませんと、もういいって言って、じゃあ行ってみようって、食べたら美味しかった、みんなに宣伝しちゃった。思い切った呼び込みが功を奏し、確かな美味しさが口コミで広がり人気店になったんです。唐揚げ単品の方で、はい、一つ。コロナ禍で営業できなかった時に始めたキッチンカーは今も大盛況です。ただ一緒に呼び込みをしているこちらの女性はなんとラビさんの店の常連客。もう10年ぐらいラビちゃんのご飯食べて、暇でしょって手伝ってっていう、一緒にランチするって日本人に愛されるラビさん、そんなラビさんも日本が大好き。2人の子供はともみさんとゆうきくんと名付けました。ゆうきくんは将来このお店やったりするの？何もできなかった場合はそうしようかなって思ってそうなの？何もできなかったらなの、うん、これからも日本で料理の腕を磨き続けていきたいと言います。外国人がやってる日本料理のお店って言ってもね、ちょっとやっぱり選んでくれてるだけで本当にありがたい、ね、ラビちゃんラビちゃんって言ってここまで愛してくれるお客さんもいるし、このままやり続けることしかないんですよね。